飛べ生配信、ドゥービーンが記録更新ならず、視聴者の期待に応える課題。11月25日、滝沢秀明氏が設立した芸能事務所、トべが公式 YouTube チャンネルで行った生配信、ドゥービーンが注目を集めた。しかし、期待されたほどの視聴者数を達成できなかったことが報じられ、その要因や今後の展望について考察していく。 トベの生配信、ルービーンの画用トベの公式 YouTube チャンネルでは、ルービーン、止め打った生配信が行われ、所属タレントが一堂に会する機会となった。 元 V6 の三宅健也元キスマイフト2の北山博光、ナンバー、I イ、イムップなど12人が出演し、メンバー同士が質問し合い、理解を深めるトーク企画や、イムップメンバーがロケを行う VTR が披露された。これにより、ファンはタレントたちの交流を垣間見ることができた。 過去の成功と期待以前の生配信では、元キングプリンスへの平野仕様と神宮寺優太が合流を発表した際、リアルタイム視聴者数が100万人を超え、大きな盛り上がりを見せた。その後もイムプエの7人が合流を発表した生配信では、同時視聴者数45万人台を記録。これにより、トベの生配信は注目を浴び、期待が高まっていた。 期待外れの視聴者数とファンの反応ところが、今回の10便では予想外の視聴者数に終わった。特に歌版を彷彿とさせるタイトルから歌やダンスなどのパフォーマンスが期待されていた。しかし、配信がトークと VTR に終始したため、一部のファンからは歌やダンスも見たかったとの残念がある声が上がった。 また、同時日常並みでは、旧ジャニーズの嵐相場正樹がマックを務める、あーみんなの動物園、や、セクシーゾーンへの菊池風馬とスノーマンへの向井安二が出演する、芸能人が本気で考えたドッキリ GP が放送されており、これらの番組の影響で、飛べ、のリアルタイム視聴者数は最大で30万人ほどにとどまったとされている。 視聴者数の背後に潜む要因、とべ、の生配信が期待に応えられなかった背後には、いくつかの要因が考えられる。まず、過去の成功に比べ、今回のテーマやコンセプトがあまりにも異なり、ファンが想像していたものとはかけ離れていた可能性がある。 歌番組風のタイトルからは期待された演出と実際の内容のギャップが一部の視聴者に不満を生んだ可能性がある。また、同時に他の人気番組が放送されていたことも、飛べ、の視聴者数が分散した理由の一つと言える。競合する番組に視聴者が分散することは、生配信の視聴者数に影響を与える要因となり得る。 ファンの期待と事務所の意図のギャップファンの期待と事務所の意図が合わなかったことも今回の生配信が期待外れとなった原因と考えられる。過去の成功においてはパフォーマンス中心の内容が好評であったが、今回はトークと VTR が中心であり、これがファンには物足りないと感じさせた可能性がある。 一方で、事務所は新たなアプローチを試み、メンバー同士のトークや VTR を通じてファンとの交流を深めることを意図していた可能性がある。しかし、その意図がファンに伝わりにくかった可能性も否定できない。次回の課題と展望次回のトべの生配信が12月24日のクリスマスイブに予定されている。 今回の反省を踏まえ、次回はどのようなアプローチで視聴者を引き込むかが鍵となる。ファンの期待に応えるだけでなく、新たな試みやアイディアで視聴者を驚かせることが必要である。また、同時に他の番組との競合を考慮し、放送スケジュールの調整や独自のコンセプトで差別化を図ることが求められる。トベがこれからも視聴者を引きつけ、 成功を収めるためには、ファンとのコミュニケーションを大切にしながら、柔軟なアプローチを続けていくことが肝要である。飛べの生配信、ルービーンが期待されたほどの視聴者数を獲得できなかった背景には、様々な要因が潜んでいる。ファンの期待と実際の内容、競合する他の番組などが絡み合い、生配信の成果に影響を与えた可能性がある。 次回の生配信では、これらの課題を克服し、ファンとのコミュニケーションを深めながら、視聴者を引き込む工夫が求められる。トベが今後も成功を収めるためには、ファンの期待に応えつつ柔軟で斬新なアプローチを続けていくことが不可欠である。